17連勝ということで、まあ、新記録は作れましたけど、まだまだ自分たちが目指すところというか、それは違うところにあるので、あまり本当に意識してなくて、まだまだっていうところの方が大きいですかね。まあ、自分としてはまだまだっていうところの方が強いですかね。やっぱり最後のところで、インテンシティが落ちてしまって、リバウンドを取られたりとか、相手のそういうなんていうんですかね、球際の強さにやられてしまった部分があったので、修正するところはたくさんありますし、本当に目指すところに向かって自分たちがどうしていくかの方が大きいと思うので、まだまだ緩めずに、チームとして強くなっていきたいなというふうに思っています。何度も言うように、自分たちらしいバスケットボールを展開するっていうところが本当に重要で、その中で、相手にどれくらいやれるのか、もしくは、どこが上回っているのかっていうのをしっかり判断して、バスケットボールをプレーしていきたいなというふうに思っています。